鈴木さんのところに手伝いに行って終わりきらなかった夏作の種まきを行っていきたいと思います。おはようございます。今日はネギの根葉切りから始めていきたいと思います。あれさ、牛久の高松さん知ってる？あ、わかります。見たことある？行ったことない。あそこの降りた、あそこ一回行くといいかも。つくば市役所では農業サポーターっていうものがありますので、リンクを動画に貼っておきますので、興味ある方はぜひ見てみてください。ちょっとした野菜とかのプレゼントとかもあったりしますので、ぜひ、参加してみてください。はい、では種まきを始める前に、トマトを、生育順に、トレイを並べていきたいと思います。こういった2つ種が、あ、種じゃない、芽が出てしまったものを、生育のいい方を選んで、抜き取ります。まだ、子葉が咲ききれてないものもいます。生育はとてもいいと思います。今1日に2回水をあげていますので、ちょっと苗が徒長気味になっているかなと思います。もうちょっと横に図太くぎゅーっと太くなってほしいので、水をやるタイミングを1日2回から1日1回に減らしていきたいと思います。それでは今日巻いていくものですが、モロヘイヤ、あと三等菜、前は、76穴の、セルトレイで巻いていましたが、ちょっと発芽があまりにも良くないので、土の、様子も変えてみましたので、前は1つの穴に2粒入れてましたが、1つの穴に1粒でやってみます。あと回覧です。とあとクミン巻いていきます。土入れの際に土を入れる深さが均一でないと、こういった形で差が出てきます。まあ、こちらはしっかりぎゅーっと押し込んである土ですね。対してこちらの乾いている土はちょっとぎゅーっと押し込むのではなく、軽くふわーっと乗ってるだけなので、土がどうしても乾きやすくなってしまいます。はい、モロヘイヤの種がこういった感じの種ですので、かなりちっちゃいですので、穴を開けるのは約3倍と言われているので、この辺りまで、穴を開けていきます。種袋を、折り曲げて、端を叩くと種が巻きやすいことに気づきました。こういう形で落としていくイメージですね。これちょっと便利です。先ほど巻いたモロヘイヤの覆土に、赤土を使ってみたいと思います。ちょっと細かくしてから上からサラサラと巻いていく形です。ではこのサラサラの部分を上に覆土として使っていきます。今日モロヘイヤだけで終わってしまいます。ちょっと暗くなってきてしまったので、明日引き続き三等菜と回覧の、あとクミンの種まきを行っていきます。おはようございます。今日は、昨日巻ききれなかった種まき、親だけ選びに行っていきたいと思います。はい、おはようございます。それでは今日は、回覧と三等菜、あとクミンの種を巻いていきます。三等菜の種を2トレー巻いていきます。はい、三等菜巻き終わりましたので、回覧の種を巻いていきます。はい、次は、クミンの種を巻いていきます。もう匂いからしてカレーです。この種食べてみるともうカレーの味がして美味しいです。ただ食べるのではなくてトレーに巻いていきたいと思います。はい、終了しました。昨日はモロヘイヤ覆土に赤土を使いましたが、
今回はそのまま指で押さえてやりました。生育にどんな違いがあるのか様子を見てみたいと思います。竹山に来ました。前回は太い竹ですね、太くて大きくなってしまった竹をノコギリで切っていきましたが、今日は、全部この長い竹が切り終わりましたので、今日はこういったちっちゃい竹をクワで掘り取っていきたいと思います。はい、前面の親竹選びが完了しました。これで今シーズンのタケノコ終了です。次回から竹山の今度は管理作業に入っていきます。おはようございます。今日は、12時から鈴木さんのところに、手伝いに行くので、午前中、圃場の観察をしていきたいと思います。今日は午後から鈴木さんのところで生姜の植え付けを行っていく予定です。最高です。もともと繋がってたんですか？ただいま鈴木さんが JA の取材を受けています。生姜の穴開けが終わりましたので、今度生姜の植え付けを行っていきたいと思います。だいたい10センチぐらいの深さの穴を掘って、こちら生姜の種芋を植え付けていきます。置いて土をかぶせます。だいたい穴が隠れるぐらいまで土を埋めていきます。はい、お疲れ様です。今日8列が終了しました。明日も8列植え付けを行っていきます。腰が痛いですが、今日はすごい天気が良かったので、すごい終わってすがすがしい気分です。帰ります。お疲れ様です。はい、おはようございます。今日は鈴木さんのところに手伝いに行ってきます。それでは植え穴作りから始めていきたいと思います。今日はベトナム人研修生のドク君が開発した植え穴製造機を使ってみたいと思います。植え溝が開けられるとすごい便利だと思います。はい、生姜の植え穴開けが終わりましたので、今からこちらの種生姜を植え付けていきます。はい、午後の作業、また午前中の生姜の植え付けをやっていきます。終了です。おはようございます。今日はマダケを収穫しに行って、鈴木さんのところの手伝いに行ってきます。はい、おはようございます。マダケの畑です。ここからあっちまで、そして奥にも広がってます。ちょっと出てないみたいです。出てないみたいです。現在中がこういう状況ですので、先ほどここの地域の管理者の
方とお話をしまして、まあ近日中に、皆さんで一緒にちょっとここの竹間岳の山をちょっと整備していきたいと思います。はい、今から畑に行きます。はい、今日はここのネギを収穫していきます。ネギの収穫が完了しましたので、今から調整作業を行っていきます。はい、おはようございます。今日はたくみくんのメロンをの管理の作業に行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、魚の肥料の樽の中です。見てみると縁に胞子が出始めました。匂いもかなり酸っぱい状態です。だいたい30度ぐらいの今熱を発しています。いつもはですね、日向に置いといて太陽の力を浴びて、あったかくこれだけの温度を保っているということはかなり発酵熱が出始めている状態だと見受けられます。まあ、悪くない状態だと思いますので、このまま経過を観察していきたいと思います。まあ、キャベツちょっとこのまま置いといても望みが薄いかなと。まあ、クレソンも発芽率も良くないです。まあ、ビートに至ってはもう全く出ていないですね。ちょっとこれからの、行動を少し考えてからこちらで発表していきたいと思います。今回は失敗です。1週間こういう形で作業を行っていきました。次週もまた頑張って農業をやっていきたいと思います。失敗ばかりだと思いますが、日々成長していきます。もしいい動画であればいいねボタンをよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。